じゃあね、ちょっとついてきてもらっていいですか。お、どこへ。家から出て出ますね。ね、どこ行くんですか。どこ行きましょう。見せたいものがあるんですよ。お、見せたいものがある。うん、これを見てもらわなきゃっていうね。おー、そうそうそう、めちゃくちゃね、これもポイント高かったんよ。ポイント高い。あ、マジかみたいなね。うん、じゃあ、あのこのね、この敷地は僕らじゃないんですけど、うん、あの結構ね、鹿の糞とかあるんですよ。おお、鹿の糞ね。で、まだね、野生動物と遭遇してないんですけど、うん、夜な夜なね、うん、鳴き声は聞こえるんだよね。いや、聞こえるね。だから、いらっしゃるなっていうね。うんうんうん。本当にね、自然動物たちの住まう場所に住まわせてもらってるっていうね。うんうんうん。ここ。見覚えのある場所。見覚えのある場所。はい、さっきのとこやね。わかった。うん。戻ったよ。戻ったでしょ。うん。あ、この奥を見てほしい。奥。奥。お、あ、来た。すごい。川の音が。最高でしょ。うん、最高だね。こんなにさ、近くに、うん、川があるわけですよ。あれ、これか。おう。あれ、ん？山菜じゃない、多分。ああ、ほんとだ。なんかこういうの。なんか、ゼンマイだか。ああ、はい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 。なんかそういう系だよね。ね。うわ、また見つけちゃったわ。すげえな。すごいね。これは鹿も食わねえんだな。このロケーション、最高だね。そして川の音。すごい。さっきね、うん、風によってね、うん、山のそのね、そよぐ音、うん、あと鳥のさえずり、うん、もうそれ聞いてるだけで癒されるって言ったんだけど、うん、実はね、うん、まあ、聞こえてたかもしれないけど、うん、敷地からもうっすらとこの川の流れ聞こえるんよ。うん、それがね、耳に入るだけで、うん、もう整うっていうね。最高ですよ。そうだね。しかもね、めちゃくちゃ透き通ってる。めっちゃ綺麗。動画で伝わるか分かんないけど。ここでね、うん、アユもいるっていうね。まあそうだよね。アユが住めるぐらいね、住み渡ってるんだよね。そう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 。うん、で、山椒魚だっけかな。おう。なんかね、うん、いるらしいんですよ。あ、そんなのもいんの。おう。いるいるみたいなんだ。おう。あと、スッポン？スッポン。スッポンも現れたりするらしい。うん、あ、そうなん。すごくない？すごいね。すっぽん料理もできる。川にすっぽんいるんだって初めて知ったからね。そうだね、間違いない。もともと、アユ釣り、うん、数十年してた方とかが、うん、話したんだけど、うん、もっととんでもなく綺麗だったんだって。今でもめちゃくちゃ綺麗、澄み渡ってるんだけど、うん、もう、それを超えるぐらい綺麗だったっていう。どのくらい綺麗かっていうと、うん、まあ、よく釣りされてる方だからさ、うん、川にね、うん、足突っ込んで釣りしてるわけですよ、うん、で、魚がもう澄み渡ってるから余裕で見えるわけね、うん、はいはい、あ、あそこ群れがいるっつって、うん、行こうとしたら、うん、めちゃくちゃ深くって水深が深くって、うん、もう溺れそうなるみたいな。へえ。だから澄み渡りすぎて、うん、もう地がさ、うん、近くに見えちゃうわけよ。あー、そういうことか。そう、で距離感誤るぐらい、うん、踏み当たってたっていう。へえ。だからそこからやっぱり水質は、うん、だんだんね、その当時よりは、うん、住んでる度合いが減ってきてるらしいんだけど、うん、とはいえ自分らからすればめちゃくちゃ透き通ってるじゃん。よく天川の方とかね、奈良の、うん、奈良だっけかな、うん、あっち行った時とかもすごい思ったのが、うん、めちゃくちゃなんか澄んでる、うん、循環ができてる川って、うん、エメラルドグリーンの色
に見えたりするんだけど、はい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 、ここね桂川って言うんですけど、うん、ここもね、うん、結構太陽出てる時、うん、エメラルドグリーンに見えたりするんですよ、あそこら辺もきっとそうなんだよね、相当澄み当たってるっていうね、うん、すごくない？すごい、こんなに近くに、うん、こんなに気のいい川がある、いや本当だよね、もう音もそうだし、うん、空気もね、うん、含めて最高ですよ。ここね、めちゃくちゃね、うん、自分にとってポイント高かった。そうだね。これも聞いてるだけでずっと入れるわ。半日ぐらい入れる。癒されるよね。うん、いや、この動画ではまずいっしょ。半日いたら。あー、そっかそっか。今ね、ちょっとね、うん、癒されモードに入った。いやだよな。今声かけなかったら多分止まるなと思って。いや、この川をね、うん、見せたかったんですけど。これは見せたかった。うん。本題ここじゃないんですよ。本題これじゃない。実は。うん。ちょっと、ね。違うんだ。あちらを、ご覧ください。あちら？あ、山や。そびえ立つ山があるわけなんですよ。うん。でね、うん。あの、初めて、この地連れてきてもらった時に、うん。言われたのが、うん。ねえねえ、あれ見てって。うん。あ、山。そう。あれさ、うん、ピラミッドに見えないって言われたんよ。はい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 。でさ、言われてみるとさ、うん、確かに、うん、ピラミッドみたいな山だなと思って。そうだね。めっちゃ綺麗に三角。そうなんだよね。うん、角度も含めて。ね。だから本当にそう言われたらそう見え始めちゃって。あ、ピラミッド山目の前にあるんだと。だからさっきのね、敷地からも、うん、眺めたりすると毎回あピラミッドがある。はい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 、はい、思うわけなんだよね。だから本当にね、四方八方囲まれてる中で、うん、さらにピラミッドがあるんで、うん、ピラミッドパワーもいただけるっていう。勝手にピラミッドパワーって名付けちゃったけど。あ、ピラミッドパワーね。あれはピラミッドパワーですよ。ああ、そういうわ。まあ、このピラミッドパワーをね、見せたかったわけね。見せたかった。まあ、確かにエネルギースポットだわ。でしょ？ね、そんな、なかなかね、あれピラミッドに見えるなんて言われないもん。言われないよね。うん。なんか意味深だよ。言われてみればなんだよね。うん。そう。だもうね、本当にね、うん、敷地の中も、うん、素晴らしかったんですけど、うん、もう外一歩出てみれば、ね、自然の恵みに溢れてるっていう、ね。本当だよ。徒歩10秒だよ。徒歩ほんと10秒。うん。どう？満足した？いや、満足だよ。満足した。うん。でも実はね、うん。これが本題でもないんですよ。これ本題じゃない。実は。ああ、まだある。素晴らしき川、うん、ピラミッド、うん。これでも十分本題なんじゃないかっていうね。話なんですけど、うん、本題。おお。行ってみましょうか。お。今度は何の自然や。川、ピラミッドと来てですからね。そうや、川山、海やな。C ですか、C。C。C は聞いたことねえな、この辺で。聞いたことないよね。うん。もうある意味ね、うん、日本海のね、うん、瀬戸内海のね、うん、ど真ん中ですからね。そうだね。まあ、車で行けばね、行って釣りしてる人いっぱいいるけど。みたいだよね。ね。あとあれだよね、うん、琵琶湖なんかもね。ああ、近いね。ね、車使ったら結構近いみたいだからね、うん。そうだね。俺らにとっては遠いけどな。車ないから。免許ないんでね。ね。どこに行くの？何ここ。おう。おう、人んち。大丈夫、人に勝手に入って。こんにちはー。こんにちはー。こんにちはーじゃないわ。実はですね、うん、ちょっとあちら、うん、お見せいただけますか。たぬき翔也くんいるね。赤い傘の下に。いるよね。あちらと、うん、こちらも、うん、僕らの敷地なんですよ。おぉ！マジで？すごくない？すごい！え、この間の敷地挟んで。挟んで。この間の敷地は残念ながら、うん、僕らの敷地ではないんですけど、うん、挟んで、なんでこちらが、実はね、僕らの敷地なんですよ。なんで離れてあるの、家が。それも不思議なことにね。二つなの。いずれね、うん、ここもね、うん、使わせていただけることができるようになれば、間のね、
もうまさにね、うん、僕ら命名した開放スポットをね、あ、ここが一番好き、元にしてね、うん、それこそ何かね集い、うんうんうん、盛大な集い宴がね、本当だね、キャンプファイヤーじゃないけどね、うん、だったりそれこそアースバックだったりね、うん、なんかもうすでにね、うん、発想が溢れちゃってるんで、うん、もうそれはね念じますということでね、うん、実はこっちも僕らのスペースということで、へー、まずね入り口から、うん、もうね吹きの塔がね、うん、先狂い乱れてたんですよ、先狂い乱れてた、で、さっきね、向こうの敷地でも伝えたんですけど、うん、ここも、どうやら、ゼロ地場土なんですよ。土めっちゃいいらしくって。はい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 、はい。もう、ポコポコ、みんな生え出すっていう、ね。それも喜びなんよね。そしてね、うん、ちょっとこれ囲われてるね、うん、木があるわけなんですけど、うん、これね、うん、どうやら、うん、サクランボみたいなんですよ。おー、サクランボっていうね。はい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 。サクラだぞみたいな雰囲気。うん、そうだよね。ね、満開に咲いてた時は、うん、あれと同じような雰囲気だったんですよ。はい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 。だから、サクラじゃないのって思ったんですけど、うん、これサクランボらしくって。へー、違いがわからんわ。すごくない？うん。向こうには牡蠣、うん、こっちにはサクランボよ。本当だよね。ありえんよ。ありえないね。サクランボも同じやん。うん。今からさ、うん、ちょっと植えようぜみたいな話してたらさ、また50代いっちゃう。いや、待って、老後のさくらんぼになるわ。そう、で、以前はね、ここがね、うん、今年のね、うん、雪結構すごくって、うん、もともと、ここね、囲われてて、うん、ここでなんか、バーベキューとか、うん、ボーイスカウトの人たちが、来た時に、うん、貸したり、してた場所らしいんだけど、うん、ちょっと雪の影響でね、ここ潰れちゃったんで、見事に潰れてるね。逆にね、この状況見たときに、うん、建て替え建て直しやと思ってね、うん、やりがい半端じゃねえみたいな、間違いないね、思ったんだよね、うん、だからここはね、ちょっとね、どういう風にしていくかっていうね、うん、もうそもそもビニールハウス的な畑チックにしてしまうか、うん、もしくはまたこういうね、うん、野外スペース、うん、あるいは建物を建てるかとか、うん、これもね、これから発想次第なんで、うん、もうほんとゼロからですよ。ほんとだね。ほんとゼロから。じゃあね、うん、こちらの建物、行ってみよう。もうすごい。また建物が。ここもね、お父さんの、仲間と共に作った場所らしいんですけど、実はここね、うん、全く整理してないし、うん、向こう以上に、うん、しばらく手入れられてないんで、うん、ごっちゃごちゃの状態なんですが、うん、もうまさにゼロから始めます、うん、ここはねお父さんの工房だったらしいんですよ。工房、工房、うん、でさっきね、まな板とかさ、ティッシュボックスとか、うん、木材で作品作って売られてたりしてたじゃん。うん、うん、そうだね。あれをここで作ってた。あ、う、ー、ん。すごくない？すごいね。でね。開発場所だ。開発場所なんよ。うん。もうまさに、工房なんよね。もうぜひ、まだね、何も整ってない状態なんですけど、うん、僕らもね、さすがにここまでまだ手入ってない状態で、うん、これからね、時間をかけて、ここのスペースも、使えるようにしていこうかなと思ってるんですけど。わぁ、すごいね。ここはここでもう、書斎ルームみたいな広さだね。いや、そうなんよ。うん、すげぇ。ここもここでなんか落ち着いちゃうよね。落ち着くね。うん、もうほんとお父さんの職人部屋ですよ。あー、うん、ここでものづくりしてたら一日あっという間だわ。あっという間だろうね。うん、夢中になったら時間がね、すぐ過ぎちゃうだろうね。ねえ。だもうなんて言うんだろうね、機材っていうのかな。うん。その工房の機材みたいなのも、うん、結構ひとしきり、うん、僕らね、そういうの全く知識ないんでわからないんですけど、うん。ほんと揃ってるんですよね。こういうね。ほんとだ。ガチや。ガチだよね。うん。だから、
それこそね、うん、あの DIY ですよね、うん、そんなのもちょっとやったことないんですけど、うん、これから僕はねちょっと DIY も やっていこうかなと思って、さすがにねいきなりこんなねごっつい機械扱えないんですけど、うん、そうだね、何するか分かんない、うわ、まあ、なんか切るんだろうなこれね、うん、だけどね、まあ、こういう場所を用意されてる以上、うんうん、せっかくなんでちょっとね小さなものからいろいろちょっと始めてみようかなと思って、うん、なんで用意されてんだ、ゼロから始まる DIY 違う番組できるの本当だよね、うん、そうで、ねこの工房が1階になってるんですけど、実はここ2階があってね、うん、おお2階、2階があるんだよ、とにかくほんと広い。もう、ね、結構ね、だから今ね、動画で伝わる、整理してないから、うん、ごちゃごちゃしてるように見えて、うん、まあ、ごちゃごちゃしてるんだよ。うん、見えてるだけじゃないんだけど、実際ごちゃごちゃしてるんだけど、うん、整理すると、うん、ほんとね、さっきのね、うん、カフェみたいなスペースぐらいあるんじゃないかなって。いや、俺もそう思った。多分カフェスペースと同じぐらいで。同じぐらいあるんだよね。ある。そうそうそう。ここをね、うん、どういう風に、またね、うん、ゼロから建て替え、うん、あるものを生かさせていただきながら、うん、どうなっていくのかっていうのも、うん、見応えあるよね、きっと、ね、じゃあちょっと2階行きましょう、うん、すげえな、またここはなんか風情があるというか、ペンションみたいな、すごいよね、うん、どうぞ、おお。あ、もうなんか、なあ、もうすごいわ。なんだ、ヒノキの匂いじゃないけど。すごくない？うん。畳の部屋が椅子あるっていうね。ね。だからここでも休めちゃうんですよ。うん。うわ、これ、これほんとここもね、もう普通に東京の一人部屋だね。そうだね。うん。だからこれをね、どう整理して手入れして、うん、生かして、どうしていくかっていうのも、うん、もうとんでもないやりがい。うん、の塊なんですよね。すご。どんだけ宝残してるんだっていうね。あー、うん、あーこれでここからだとね広さが伝わるかな。うん。ここまであるんでね。うん。で奥がねさっきのあの工房ルーム、うん、こっちもね同じぐらいのスペースがあるんで、うん、結構広いんですよここ。だね、すごいよね。カフェがあって、うん、いろりがあって、うん、工房があるっていうね。ここなんかもね、うん、どう生かそうかなとか ね、 本当だね、発想次第で、うん、多分なんか結構面白い、うん、素敵な空間作れるんじゃないかなと思うんですよ。あ、俺ここ露天風呂にしたいわ。日当たり良好、しかも外の空気入るしこれ。そうだね、うん、だからそれこそ、うん、まあさっきもね、うん、いけすの時にね、うん、伝えたんですけど、僕ね、どうしてもね、うん、マコモ風呂を作りたいっていうね。もう、一つ、うん、夢みたいなものでもあるのかなってずーっと言い続けてるんで、うーん、でもようやく、うん、なんかそれができる環境、うん、なんじゃないかなっていうふうに思ってるわけなんですよ。だからそれをね、うん、まあ向こうじゃなくて、うん、おそらく、こっちのスペースでね、うん、マコモ風呂を作りたいなっていう、うん、ちょっと着想があるので、まあいろいろなんか協力してほしいよね。そうだね。うん、いや、こっち下手したら、うん、あっちより広い。広いね。うん、庭？庭。うん、この奥もあるんで。そう。うん、ちょっとそこもね、うん、お見せしていきますので、うん。で、ここがね、まさにファームです。おぉ、畑。畑にしていきます。おぉ、ここもね、全くずっと手入れされてなかったんで、うん、正直ね、僕もどんどん掘ったりしてるんですけど、うん、根がね、めちゃくちゃ、うん、もう下でね、うごめいてるわけなんですよ。一週間かかったかな、一、うん、週間かかってようやくここの根っこの表層が取れたなっていう。このね、これ。おう、何それ。ヤシの実？ヤシの実？違うな。これ、あ、なんかね、これもね、うん、山菜系なんじゃないかっていう風に最近ね、知ったんですけど、うん、これがね、もう、うん、全域にわたって、うごめいてたわけなんですよ。はい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 。
それをね、もう掘り返して掘り返して掘り返して、そしてここに全部貯めてたんですけど、うん、ようやくこの間作ったね、うん、岩でね、うん、ファイヤー焼き場、はい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 、で燃やし終えたって感じなんですよね。だここはね、うん、畑として使おうかなっていうふうに思ってるんですよ。うん、だからこのね土地ゼロ地場の土でねできる畑のね野菜たち、うん、エネルギーどんなもんっていうね。本当だね。だからそれこそね以前ね、うん、夢で見た、うん、1年前かな。ああ俺が見たやつ。そう。ああ巨大人参ね。僕らのね、うん、大親友であり尊敬してる、うん、瀬戸山雄一という人がいるんですけど、うん、夢でその人が現れそうだ、ね、僕ら二人が、うん、その瀬戸山雄一さんから、うん、おい巨大人参できたぞみたいなそう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 、ね、うん、映像ではね、うん、普通の人参の、うん、何倍、いや普通の人参の100倍ぐらいあるね。100倍ぐらいのでかい人参を見せつけられたっていうね、そうそうそう、夢があったわけなんですよ。うん、でそれをもとに僕らもね、うん、やんのかなみたいな、ね、話をもう1年弱前にね、うん、会話してたんですけど、うん、なんかこの土地でね、100倍でかい人参分からんけど、うん、そのぐらい濃縮されたエネルギーのなんかができてもおかしくないんじゃないかなっていう、ね、エネルギー100倍だったらできそうだね。ありえるよね。うん、うん、それもね、ちょっとワクワクしてて、うん、まあ正直全くずっと手入れされてなかったから、うん、もうそもそも根が張りすぎて、うん、できるかどうかもわからない、うん、放置状態だったんで、うん、まあそれも含めて、うん、実験も兼ねて、これから始めるっていうね。だからやっぱね、土いじってても、うん、めちゃくちゃ土がいいから、うん、素手でね、うん、触りたくなるんですよ。お常在菌。うん、はいはいはい、微生物たちの交流、うん、うん、多分これだけで健康になるなっていうね。うん、そうだね、うん、だもう本当にね、いい土を踏みしめ、うん、いい土に触れて、うんうん、その土からのね、うん、微生物さまざまな栄養をもとにした、うん、育まれた野菜たち現地の人みたい。いやもう多分ね、うん、噛んだ瞬間にね、うん、口角上がるやつだよね。ああ、そうだね。そんなものを、うん、もし、うん、育めたら、うん、本当にこれ以上の幸せもないだろうなっていうね。まあ、規模感がね、畑って言ってもそんなに大きくないんですけど、うん、まずね、自分らが食べる分からやってみたいなと思ってて。うん、そうだね。うん、だそれもね、なんか季節ごとにね、うん、状況とかも伝えられたら面白いんじゃないかなっていうふうに。面白い。思ってるんだよね。うん、またこれもみじ。うん。ほんとだ。で、こっちも桜だよね。うん。そしてね、もう一個建物があるわけなんですよ。また建物？建物。うん。さっきね、工房だったよね。そうだね。じゃあこっちは、うん、行ってみよう。おぉー。じゃーんっていうね。うわぁ、すげぇでっけダイニングというか、なんだこれは。またね、うん。いろりバーベキューですよ。ほんとだね。いろり至るところにあるな。そうなのよ。うん。またここもね、うん。集えちゃうよっていうね。すごいね、ここ。食べ物のとこなのに、なんつうの、木が生えてる。そう、だからもうね、放置されてるから、うん。もう植物たちも、うん。もう我先にとね、このいい土壌から芽生え始めるっていうね。むちゃくちゃいいやん。すごいよね。家の中なのに野生の木が生えてるってないよ。だもう、下で繋がってるんよね。本当に。俺この木はそのままにしてほしいな。木ね。うん。そしてね、ここにも、うん、さっきのね、うん、2階じゃないんですけど、うん、同じように椅子あるわけなんですよ。また部屋あんのかい。そう。あ、またこれあれだ。さっきと同じ表現ですけど、うん、東京の一人暮らしの部屋、うん。そうだね。うん。キッチンとかはないけれども、ないけど本当になぜか電子レンジを置いてある。いや、本当に電子レンジあるな。扇風機もある。暮らしてた形跡があるな。そうそうそう。うん。だここなんかもね、うん、
東みたいな感じでね、うん、1日いくらとかでね、うん、使ってもらったりとかっていうのも面白いんじゃないかなっていうね。本当クローゼットもあるよ。ここ布団とかがあるのかな。うわすげえ、うん、めっちゃいい。うわこれだけでもこうしかもこんな広いね飯の場所があって、これはもう東京だったら家賃10万いくわ。まあまた時が止まってる。動かします。あ、そういうことね。まあ、部屋ごとに時が止まってるわけね。そう、うん、だから少しずつね時を動かしていこうっていう。うん、あ、トイレもある。そう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 、そこトイレになってるね。はあ。トイレはねもちろんね、うん、あの卑怯なんで、うん、ボットンですよ。ボットン、ボットン。ただありがたいことに、うん、洋式のボットンだね。おお、うん。まあ本来ね、健康のためにはね、うん、和の方がいいんだけどね。このね、うんこ座り。言ってる意味わかる。うん。こっちの方がね、丹田が鍛えられる。そう、腹使うから。うん。うん。まあだけどね、やっぱりね、うん、もう洋に慣れちゃってるんで。そうだね。まあそういう意味ではありがたいな。まあ特に女性なんかはね、うん。うん。洋の方がいいんじゃないかなっていうね。うん。うん、さあ、行ってみよう。まだここもね、うん、そう。菜園ゾーンですよね。あー、ほんとだ。花壇みたいな感じだけど、花壇としては広すぎる。そうそうそう、そう。うん、ここももちろん全く同じく手入れないんで、うん、もうワンサカですよ。ワンサカ。で、実はね、ここら辺もね、うん、ワンサカだったの。だから、1日このスペース、2日かなかけて、ようやくこの、畳1畳分の根っこ、うん、もうこの状態だったの。この根っこたちを、うん、掘り返させてもらって、うん、そう。っていうのもね、うん、まあ、この状態も素敵なんだけど、うん、ちょっと若干ね、うん、ジャングルチックすぎて、うん、突然何か現れても対処できんなっていうところもあったんで、うん、ちょっと通路的な部分だけは、うん、ちょっと整備しようかなと思って。うん、あと、ここなんかもね、ちょっとね、うん、ここも2日かけてようやくここのゾーンだけ耕せたっていうね。これもね、この状態だったんよ。いや、もう本当によくわからない。いっぱい生えてるね。パラダイスだった。うん。もう根がね、とんでもない深くまで。群生されてて。うん。まあでも勝手に育つぐらいだから育つんだろうね。そう、だから掘り返せば掘り返すほど感じたけど、うん、本当土いいなっていうね。表面はね、やっぱり群生してて、うん、掘り返してみると砂っぽいんだけど、うん、やっぱ掘れば掘るほど水分がしっかりね、保たれてて、うん、何よりね、うん、土のヒーローがいらっしゃるの。お、土のヒーロー。はい。何者？ミミズ。ミミズ。ミミズ。おー。ミミズさ、うん、すごいんよ。うん、彼ら、うん、腐敗、有機物を食べて腐敗要素を、うん、栄養素に変えてくれるみたいな役割をしてくれるらしくって、だからミミズってすげえなと思って、うん、我先にと、うん、耕してくれてるわけなんですよ。そうだね。そんなミミズがね、うん、もうたくさんいるんよ。うん、でびっくりしたのが、うん、今ね掘り返してるところ結構ね、うん、子供ミミズ、うん、このぐらいサイズの超かわいい感じのミミズが多かったんですけど、うんうん、中にはね、うん、このぐらいサイズのね、うん、ミミズ。でかすぎでしょ。本当に、冗談抜きでこのぐらいサイズのミミズ、いるんですよ。規格外だなと思って。主だ。主、うん。でもそんなんがたくさんいるよ。ああ、主どんだけいるんだって。主じゃない、中ボスや。中ボスがたくさんいるんですよ。うん、だここら辺はもうしばらくね、うん、こういった花壇チックな。花壇つながりすぎ。なってるんで、うん、まあ、ここはね、同じく家庭菜園的なもので、うん、別の種類とか植えてみようかな。全部できるわ。そうなんよ。ね、必需品の野菜全部作れる。楽しみだよね、本当に。ね。まあ、めちゃくちゃ桜も綺麗だ。ほんとだね。あ、三ツ橋さんがいらっしゃってる。いや、そうなんよ。うん。もうね、ご存知の通り。うん。この男はもうミツバチに惚れてるんで、ミツバチをきっかけに僕は施術始めたぐらいの人間なんで。いや、意味がわからない。わからんでしょ。本気なんだよな。うん、てか、このアングルいいな。本当
当にね、あのたくさんのねミツバチが桜のね、うん、花、桜が咲き出してから現れだしたね。それこそ、もうけなげでね、うん、本当にいっぱい仕事してるなって、頑張ってんなって、うん、なんかすごい感じたよ毎回毎回。それを見ながら、よし、じゃあ俺も掃除しようっていうふうに思った。ここら辺なんかもね、もう茎の塔のパラダイスですよ、うん、本当にね、道じゃないもんね、もう量産 収穫してるのに、うん、間に合わないぐらいね、本当だよね、いっぱい生えてきてる。おお、食いきれんわ。でそれこそ、うん、ここなんかまだ残ってるんだけど、うん、ボックスが置いてあって、うん、秋頃にね、こさせてもらった時は、うん、ミツバチの巣箱にしっかりなってたんよ。なってたね。だミツバチめっちゃいて、ミツバチが、うん、とどまってくれる、うん、環境なんだなっていうのもすごい嬉しくって。ああ、そうだね、うん。だからね、ここもね、うん、ちょっと整理はするんですけど、うん、ちょっと場所を変えるかなんなりして、うん、残せる部分残したいなと思ってて、うんうんうん、だからここら辺も整理が必要だよね。本当にね、ここね、いきなりヘビ出てきても対処できないからさ。うん、そうだね。ちょっと今怖いゾーンではあるね。野生ですよ、野生、うん、家の中なのに何でも出てきそう。いや、ほらほら、鹿の糞。だから入ってこられてるんですよ。柵はあるんだけど ね。頭のいい鹿さんがいらっしゃるっていうね。すごいね。うん、だたまにね、うん、お邪魔しますってて。だからね、ね、見てもらうと、うん、そこの奥までね、うん、敷地なんですよ。あのね、下に白いボックスが置いてある。結構広いんよ、本当に。本当に広い。うん。広いとしか言えん。だから、ここのね、あたりも、再演をするか、うん、まあ、もしくは、それこそ、またちょっと、新しい小屋建てて、うん、マコモ風呂なんか、とかね、うん、うん。うん。発想次第できちゃうんじゃないかな、とかね。広さは十分あるね。十分ある。うん。だからね、個人的にはここの方にもすごい僕は魅力感じてて。ああね、言ってるよね、いつも、うん、なんか最近さ、魅力って言おうとするとさ、うん、魅力って言っちゃうんだよね。なぜか。わかる。そう、魅力の地なんで、うんうん、ここは本当にね、うん、宝の山だなと思って、うんうん、大人が子供に帰れる場所、うんうん、童心、うん、だつい出てても、すごい思うんですよ、うん、根っこ掘り返して、うん、耕してね、うん、畑にしようと思ってるわけなんですけど、うん、だん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 ね、うん、なんかあれこれなんか小さい頃の砂場での泥遊びと同じだなみたいな、うん、落ちてくるわけなんですよ、うん、そうだからね、うん、本当に大人が子供に帰れる場所だなと思ってて。共存なんだよ。うん、そうだね。虫たちと。いや、本当だね、今頭張り付いた。すごいね。いらっしゃったね。うん。だからね、うん、もう宝の山尽くしっていうね。あとは自分らがどこまで発想して、うん、どこまで進めていくかっていうね。うん。うん、もうそれ次第なんですよ。すごくない？すごい。だからね、自分らの意志が、意識が秋分あたりでね、うん、また一段と変わったのをきっかけに、うん、この地とのご縁が始まり、うん、共鳴現象だよね、うん、引き合って、うん、来させてもらってるなっていう場所なんで、うんうん、今後ね、うん、この素晴らしき土地、うん、どう生かしてね、うん、再生してまたリニューアルして、うん、活動していくかっていうね。そうだね、盛りだくさんなんで、要素がすごいわ、やりがいがとんでもないよね。うん。公園にいるみたい。これなんかもね、勝手にね、うん、キノコ生えてきたりとかね。ほんとだ、
すごいね。勝手にキノコ生えてるわ。1週間であっという間にこんなでかさになった。へぇー。最後にね、うん、このロケーションをね、うん、ちょっと見ていただいて、桜とともに、本当にね、ロケーションだけはね、動画で伝わりきれないんだよね。なるほどね。うん、やっぱ自分の目で見てるものと、うん、この動画を通して見るもので、何、存在感が違いすぎる。これはね、うん、肉眼で見なきゃ損のやつですね。うん、本当にそう。あの、なぜだかね、うん、本当にやっぱりその開放感ってさ、これは、うん、空がさ、やっぱ広いっていうところをね、うん、あの開放感っていう風に感じてんだろうなと思ってたんだけど、うん、正直さ、うん、山がここまで手前にあるわけだから、うん、まあ、空がね、だだっ広いわけじゃないんですよ。あ、そうだね。なのに、うん、この山を通して、うん、解放されていく感覚を感じてしまうっていうね。うん、これ僕一人じゃなくて、うん、来た人がみんな言うんですよ。うん、ということでね、うん、もうね、最高のね、うん、宝箱。ここでね、ゼロから始める秘境生活、うん、いやー、見応えあった。本当に本当だよね。うん、始めていくわけですよね。2つの敷地、本当に面白いと思うわ。面白いよね、これはね。やっぱり2人ではね、やりようがないからね。テーマパークなんで。そう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 。で、どちらもね、うん、個性が違ってね、うん、うん、そしてどちらも宝物だらけっていうね。本当そうだね、うん。だこのね、うん、お父さんしっかり残してくれた、うん、環境をね、うん、中心に、うん、新たな活動にね、うん、いよいよ取り組んでいく形になるわけなんで、うん、まあ、ここを中心としてね、うん、これからも動画なり、うん、あるいはね、もちろん来ていただいて、うん、実際ね、この肉眼、うん、あるいは五感、うん、もう全身でね、味わってほしいなっていうね。本当さね、うん、目で見てもう匂いも全然違うし、そうで、もう鳥の声、ね、川の音聞いてほしい。全身で癒されてほしい、うん、本当に解放の場だなと思ってるんで、うん、だからね、僕らもやっぱそういうね、本当に自然界を求めてね、うん、この地にたどり着かせていただいて、うんうん、生活がね始まってますけど、うん、もうすでに変わっちゃってるんですよ。なんか、うん、なんかいろいろね、またね、今ね紹介した環境っていうのが、うん、もうまさにビフォーアフターじゃないけど、どうやって変化していくのかとか、あとはここのね、敷地のみじゃなくてね、うん、ちょっと出歩いて、うん、どんな風景、集落、秘境ってどんな感じなのかっていうのをね、うん、お届けしていきたいなと思ってるんで、うん、ぜひねチャンネル登録をしていただいて、うん、引き続きねちょっと一緒に楽しんでもらえたらなっていうふうに思ってます。うん、はい、ということで今日はね、施設紹介パート2でした。うん。